はい、今回はねキングダムダッシュ久しぶりにガチャを引こうと思います。で今回なんですけど、僕のね大好きなキャラ、リンコが追加されたんで、リンコ狙いでいきたいと思います。いや久しぶりっすね。リリースされて直後に換金狙いで換金しまくって、換金じゃない換金し、あの課金しまくってやっと引いたというね。でもこのゲームはね好きなキャラだけ使っていくっていう感じで、まあ強いかどうかわかんないですけど、でリンコが 0.7% と。でまあせっかく動画撮るんで、まあ50連は引こうかな。最低50連、最高100連ぐらい引こうかな。うん、結構溜まったんで。はい。でリンコ以外だと、まあ換気は今はもう限界突破マックスになってるんで、まあ、特に、黄金と盲点か。うん。っていう感じっすね。で、これね、なかなかね、出撃ポイントが結構ね、重要なんで、まあ、思ったより773なんで、そこまで高くはないけど、好きなキャラだけでいこうと思うと、やっぱね、ランクをどんどん、レベルをどんどん上げていかないといけないっすね、このゲームは。うん。だから、まあ、コツコツ。お、金枠。これまあ、どうだ？ああ。まあ、しょうがない。で、まあ、石も手に入るんで、とりあえず、リンクを一体さえ引ければ、石使いまくって、とりあえず一体出れば、うん。2回目。さあ。あ！これは、いいんじゃない？あ、来た！来たね。これは、一体だけど、来い！お前か！これ、こいつね、こいつなんですけど、誰だったっけ？名前忘れた。あれ？五方名だったっけ？こいつ歓喜と一緒にピックアップだったよね、確かね。で、こいつばっかり出たんですよね。二分の一を外すっていう。で、こいつね、無料のデイリー、一日一回引けるんですけど、無料で。その時にもこいつ出やがって。マジかい。なんか嫌な予感したんですよね、ちょっと。まあ、3%は引けましたね、とりあえず。で、30連目。まあ、これは関係ないでしょ。これどこ、何選んでも変わんないよね。はい。で、40連目。まあ、歓喜と今、歓喜軍が一番好きなんですよね、僕。まあ、キャラだと歓喜、リンコ、黄金、もう、誰だっけ、もうて、あ、来た。あ、モーブだ。え、今さ、虹色じゃなかったよね。ランク上がるときもあるんか。あ、金枠ですね、扉が。で、僕の理想的なパーティーは、王戦、歓喜、リンコ、黄金、盲点っていう感じなんですけど、多分ね、全部星3じゃないですか。今50連目か。次60連目かな。全部星3なんで、多分ランクを相当上げて、お、来た！言いましたよ。全部うまくいくって言いました。ってことは？ってことは来るよね、もう。これか。変わった。くっそ。前回もモーゴー出たよな。なんでピックアップ引けんの？え、何回引いたっけ？これで70連目かな。このゲームね、めちゃくちゃ面白いかって言われると、微妙なんですけど、なんかやっちゃうっていうゲーム。とりあえずね、スキップ機能がいいし、
なんか普通のバトルも地味に面白い、めちゃくちゃ面白いかって言われると微妙なんですけど、次80年目かな、なんか地味に面白いからなんか結構続けてますね。うん、いやほんと引けねえな俺、課金は絶対しませんもう。ああ荻子もね使ってるんですよ、換気軍だから。次で90年目かな。いやちょっと、いや俺らしいな本当に、引けねえもんだって。いいねこれ、虹に変わるときあるからいいね。あれもう最後じゃないこれ、ん違うか、これで90連か。あ来た来たよ。おぎこはどうなんだ、あ確定なんか、おぎこは来い来い来い、もういいだろ来て。でこれあこいつ星さんなんだ、なんかちょっと前にあの出てたけど、うわあ、石は結構持ってると思いますこれ、イベントで石ゲットできてたんで、確かそうだよね、違うっけ。これで100連目かな。いやでもリンク欲しいな、リンク欲しいな。てかあれじゃん、オーホンとモーテも出てねえじゃん。はい引けなかったっすね。あと100連いけるよね。いやでもな、オーセンとかも来るような気もすんだけどな。もう50連いきましょう。もう50連。150連。今さ、ロード長かったよね。来たんじゃない？ロード長かったよ、今。来たでしょ。これは来た。これは来た、絶対来た。ああま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 あ OK、まあ OK。オーホン分か、これ。オーホンか。うわー、でも、一応あのさ、幼い頃のオーホンがイベントで手に入ったんですけど、同盟キャラは使えないのかなとかあるのかな。わー、ちょっと。いやー、ほんと引けねえよな。これ確か持ってないと石、持ってないと石、こう、石で交換できないよね。はい。リンコ来ると思わなかったっすね。とりあえずアニメで出てるキャラがバンバン来ると思ってたんで、あの、タイムリーで。リンコって結構前じゃないですか。だからってなると、どうなんだろう、連覇軍が、ポンポン出るのかな。ちょっと王戦来ても引きたいんで、ちょっと王戦は間開けてほしいですけど、あと20連で出るか。ただ星さんはそこそこまあ出てるか。いやでも多分あれじゃない、王本も結構さ出撃ポイント高いよね多分ね。これラストかな。いやー俺らしいな。いやまあ多分換気軍はまだ来ないっしょ。換気軍はまだ来ないよね。換気軍はもうちょっと後にさ、とんでもない奴が出てくるから。いやもう、引くまり、もう全部使い切るか。はい。もう全部使い切ります。せっかくなんで。もう、王戦とか換気軍が来ないと信じて。まあ来ても、もうちょっと課金は、できないかな。うわ、マジでこんだけ引いても引けないか、ピックアップなのに。金だったけど、あー、ダメか。うわー、もう、頼むよ。一体でも出れば、
結構引いてるから石もらえてるから、じゃあ、限界突破っていうの覚醒できるからさ、一体でも出てくれればいいんだけど出ないよね。うわラストじゃん。うわ厳しい。うわきつい、出ないか。うわきついねこれ。ひでえよー、ひでえマジで。はい、出ませんでした。何回引いた3万個ぐらい使ったよね。いやひでえよー、なんで出るんだよ。いやーっていう感じでしたね。マジか。もう今編成がこれやってます。これでこの美兵と誰だっけ、これ電雄だっけ、名前覚えれないんだよな。キングダム似たような名前いっぱいいるし、信と幼い頃の王本と、こいつ誰だ、龍泉か、龍泉と美兵はとりあえず出撃ポイントが低いんで使ってるっていうだけですね。で歓喜と荻子はまあ好きなキャラだから使ってるっていう感じで、マジでさ5方面何回引いた俺。あマックスになってる。あ俺限界突破したのか。何回引いた俺こいつマジで。で王本が、えちょっと待って、出撃ポイントはいくらだい君は。780か、ちょっと微妙なラインですねこれは。やっぱ200とか300なんでこの辺使ってるの。あー微妙だな。王本2体はできないよね多分ね。あーできないわ。そうか、まあ、ただサバイバルで使えるんで、まあ、これは普通に育てようと思います。いやーきついな、惜しかったな。リンコあーというわけで引けませんでしたね。あこの盲点出てもよかった、多分出撃ポイント低いし、ほら低いから出ても全然よかったな。もう手に入らんのかないのかなこれ。でも美兵が手に入ったから、うわリンコもかっこいいんすよな。この辺のさ国陽もう結構好きですね。その次ぐらいになんかいいじゃないですか、あのライバル関係で新たちとさちょっと同期でさ こいつらね、はくれこの辺もかっこいいキャラなんですよ。こっからこれから注目ねしていきたいキャラですよね。いや結構ね星さんキャラもね何気に引けてるんですけど、何気に引けてるんだけど欲しいキャラが手に入らないっていうね、っていう感じでしたね。ちょっとまあ次、まあさっき言った僕の好きなキャラ王翦に、あとは歓喜軍か来たら、まとめてねリンコとか盲点も引けるようにちょっとね石を貯めていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。